モーバン、ピラトス・ミリ・バニリは、ロブ・ピラトス、ファブリス・モーバンの二人組ダンスユニット。デビューから4曲の大ヒットを放ち、グラミー賞を受賞したが、後に別人が歌っていたことが発覚し賞を剥奪された。ミリ、バニリとも表記される。ロブ・ピラトスは、アフリカ系アメリカ人の兵士の父とドイツ人の母の間に、ニューヨークで生まれ、ミュンヘンで育った。ファブリス・モーバンは、 パリ生まれのアフリカ系移民で18歳でドイツへ移りミュンヘンのクラブでピラトゥスに会った1970年代にボニー・エムのプロデュースを手掛け大成功を収めたプロデューサーのフランク・フェイリアンはラップをフィーチャーしたダンスグループ結成を考えチャールズ・ショー、ジョン・デイビス、ブラッド・ハウエル他数名の有望なシンガーを集めていたがフェイリアンは彼らには 実力はあるものの売れるための要素に欠けると考えた。そこへピラトゥスとモーバンにあったフェイリアンは彼らのカリスマ性に魅せられ、二人をフロントマン、他のメンバーをシンガーとしたグループを結成した。実際に歌うのは影武者タルショーやデイビスらでピラトゥスとモーバンは歌わないグループの顔すなわちフロントマンであったが、この事実を明らかにしていなかったことが後にトラブルの元となる。 二人はトルコへの旅行後、現地で見たトルコ語の宣伝文句からグループ名をミリバニリに決めた。1988年にフェイリアンの本拠である西ドイツからデビュー。ヨーロッパ各国でのヒットを実績にアメリカへ上陸。アリスタレコードと契約、ガール・ユーノ u イツ o w i t は全米2位。その後3枚のシングルは全米1位の大ヒットを記録する。 ポップでダンサブルなサウンドと流行の兆しを見せていた。ラップ、モデルさながらのファッショナブルなルックスも手伝って、そのヒットは世界的に広がり、1990年にはグラミー賞の最優秀新人賞を受賞した。ところが、そのヒットがフロントマンであるピラトゥスとモーバンを増長させる。二人は後にフェイリアンと対立。フェイリアンは、異種外種とばかりに、彼らが、 レコーディングでは歌っていない、すなわち口パクであることを暴露したため大騒動となった。二人は記者会見でその事実を認めつつも、ガ i ル l You No It's True の一節を歌ってみせるが、実際の歌声は記者たちの失笑を買うほどのものであった。一つのグループの中でフロントマンとボーカルが別人物であること自体は問題ではないものの、当初からそれを隠したまま、 グラミー賞を受賞してしまったことで、賞は剥奪され、レコードも廃盤となり、ミリ・バニリは事実上芸能界から追放された。騒動の後、実際に歌っていた影武者たちは、リアルミリ・バニリとしてデビューし、ヨーロッパでは一定の成功を収める。片やピラトゥスとモーバンもログファブとして再デビューするが、こちらは売れるはずもなかった。その後、フランクフェイリアンは、 ピラトゥスとモーバンをリードボーカルに据え、サイドミリ、バニリとして、カムバックアルバム、バックアンドインアタックを制作し、復帰を目指したが、ピラトゥスは、ドラッグやアルコールに溺れた挙句に、強盗事件を起こし、カリフォルニアの刑務所に3ヶ月間服役することになる。フェイリアンは、ピラトゥスのドイツへの帰国費用とリハビリ施設での費用を負担して、彼の復帰に尽力したものの、 ピラトゥスは復帰作のプロモーションツアーを翌日に控えた1998年4月3日、フランクフルト近郊の町フリードリヒスドルフのホテル、ケント S キューブの一室で死亡しているのが発見された。32歳ボーツ。死因はアルコールと薬物離脱プログラムに使われる処方薬の過剰摂取による偶発的なものと見られている。2007年2月、 ミリ・バニリの二人の人生が、ユニバーサル・ピクチャーズ制作、ジェフ・ナサンソンの監督、脚本で映画化されることが発表されたものの、その後制作や公開に関する続報は、伝えられなかった。しかし、2011年2月、ミリ・バニリをテーマにした映画について、ジョン・ラーベ・ランキンのシンドラーを監督した、フローリアン・ガレンベルガーの監督、脚本で制作されることが、改めて発表された。 しかし、その後の続報は伝えられていない。ありがとうございます。